続いてのセッションは、失礼しました。これからデザイナーとして生き残るために必要なスキルと戦略という題で、瀬口玲さんにご登壇いただきます。瀬口さんは制作会社などでウェブデザイナー、ディレクターをご経験された後、現在はフリーランスとしてウェブサイトの制作、アプリの UI デザインなどを手掛けていらっしゃいます。特に女性向けのデザインが得意だそうです。またデジタルハリウッドの大阪校で講師もされております。本日瀬口さんにはデザイナーがウェブ制作やアプリデザインに関わる上でどう向き合っていくのが良いか、生き残るための必要スキルやマインド、指名され続けるデザイナーになるためのノウハウなどをお話しいただけます。それでは瀬口さんで、これからデザイナーとして生き残るために必要なスキルと戦略です。皆さんどうぞ盛大な拍手をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。もうタイトルは今、司会の方にご紹介いただきました通り、こちらのセッションはですね、ちょっと15分と少し短いんですけれども、デザイナーさん向けに、少しデザインのお話をしていこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。簡単にですね、自己紹介をさせていただきますと、瀬口玲と申しまして、今日大阪から来てます。で、大阪生まれで大阪育ちなので、ちょっと関西弁だと思うんですけど、東京ではあまり喋らないので、まあ、ちょっと標準語ではないところもあるかと思いますが、それはちょっとご容赦ください。で、フリーランスでデザイナーやってまして、今8年目ぐらいです。で、もともとはまあ会社員で、まあ、ウェブデザイナーとかディレクターとかっていうのをしてまして、で、8年前に独立したという感じです。で、そのフリーランス業の傍らですね、デジタルハリウッド、こちら東京校がお茶の水の方にあると思うんですけれども、大阪の方ですね、大阪校の方で、講師をやっています。で、あと本出したり、ユーストリームでなんか放送してたりとか、まあ、いろいろやってます。で、ワードキャンプはですね、ワードキャンプ2011かなの福岡ぐらいから参加していて、ワードプレス歴は、まあ、約7年ぐらいかなっていう感じです。まあ、仕事のメインはデザインをやってますので、まあ、コードも書くんですけれども、まあ、デザインメインのウェブデザイナーというような感じです。本日のセッションについてなんですけれども、このスライドの資料自体をですね、後ほど、公開いたします。なんかちょっと 上若干ちぎれてますけど、まあ、見えるかな、はい。後ほど公開します。で、写真撮影とか、あとツイッターのつぶやきとかは、歓迎ですので、ぜひ今日の、ね、イベントのハッシュタグ、シャープ WC 東京ですね、ハッシュタグつけてつぶやいていただければなと思います。あと質疑応答の時間なんですけど、まあ、ちょっと短いセッションなので、ちょっと最後取れるか分かんないんですけれども、今日午後もいろいろセッションあると思うんですけど、なんかいろいろ会場内うろうろしてますので、何か聞きたいことあれば、お声掛けください。で、今日のまあターゲット層なんですけど、まあ、デザイナーさん向けて、まあ、先ほど言いましたけど喋りますっていうのと、あとデザイナーさんと一緒に仕事する方もですね、そういう方にも向けて、話できるかなと。あと最後ですね、ちょっとデザイナーさんのこれからとか、まあ、地位向上とか、まあ、そういう話もちょっとしていけたらなと思います。はい、本日のアジェンダこんな感じです。はい、ではまずデザイナーの仕事というところで、先ほど の松尾さんのセッションでですね、デザイナーの人ってこう手を挙げた人が何名かいたかと思うんですけど、ちょっともう一回聞いていいですかね。デザイナーですっていう方どれくらいいらっしゃいますか。お、半分ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。まあ、今現役でデザイナーで働かれてる方はもう仕事内容とか、まあ、もうされてる方もいるかと思うんですけれども、まあ、大きく分けてこの4つをちょっとスポットを当ててみたいと思います。まず情報設計ですね。で、次にビジュアルで、コーディングで、CMS 構築というような、まあ、4つの、ちょっと大きな括りに分けています。で、全部が全部一人でこの作業をするかっていうと、まあ、そうじゃないこともあるんですけど、特に企業さんで働かれてるデザイナーさんとかはもう完全分業制とか、もうデザインだけ、コードだけ、CMS 構築だけっていう風に、まあ、分かれてるっていう方も多いかと思うんですけれども、まあ、私のようなフリーランスのデザイナーはですね、まあ、一人で全部ガッとやっちゃうことが多かったりするので、まあ、ちょっと、深掘りしていきたいと思います。まず情報設計なんですけれども、ちょっとすいません上切れてるんですけど、まあ、クライアントさんとヒアリングして、で、まあ、ページ構成とか、まあ、レイアウトを考えるっていう部分ですね。
実はまあここの作業がすごく大事だと思っていて、まあ、その後の工程になるそのビジュアルの作り込みですねっていうところで、まあ全部この情報をもとに作っていきますので、まあ、ここがブレてると、まあ、終始ブレブレになっちゃうよっていう話で、まあ、誰に何をなぜどのように伝えるのかっていうところですねを、しっかり考えておきたいんですけれども、ここで一番大事なことは、ユーザーファーストっていうところですね。デザイナーさんが作って、まあ、クライアントさんがいてっていう、まあ、関係でその仕事が進んでいくかと思うんですけれども、まあ、実際にそのウェブサイトを触る、人であったりとか、まあ、そのアプリを使う人っていうのは、まあ、あくまでユーザーですので、そのユーザーファーストっていうのを常にここでは忘れないようにしたいなと思ってます。クライアントさんとかは特にやっぱこの商品売りたいとか、まあ、これを宣伝したいとかっていう思いが強い方がやっぱ多いので、まあ、そこばっかりこう注力しちゃうとですね、その大事なユーザーさんのところを置いてきぼりになってしまうっていうケースがよくあるので、まあ、そこはもうクリエイターというかデザイナーが、しっかり覚えておかないといけないところかなと思っています。次にビジュアルなんですけれども、ここですね、まあ、その先ほどの情報設計に基づいて、まあ、デザインを作っていく、まあ、メインデザイナーメインのお仕事のとこかなと思うんですけれども、最近仕事してる感じでは一番いい絵を作り込まないっていうのが非常に大事かなと思っていまして、最近はなんかなんだろう、そのフォトショップとかでこう綺麗なトップページのデザインカンプっていうのをこう作り込んで入って見せるよりはもうスピード重視かなっていうふうに思っていて、でしかもそのプロトタイプでも簡単に動くようになっているっていうのが重要かなと思ってます。昔はなんか私ももっとこう写真の加工とかももう全部しっかりやって、もう完璧なその1枚で綺麗に見える絵っていうかをデザインカンプを作って提出してたんですけれども、まあ、最近はね、その特にマルチデバイス化 もう必須になってきていることもあって、まあ、あんまりそのパソコン画面でこの画面サイズで完璧に見える1枚をずっと作る必要はないのかなと思っていて、まあ、それよりスピード感かなというふうに思ってます、はい、で次にコーディングなんですけど、そのコーディングもですね、私はどちらかというとデザインの方をベースとか重視していて、コードはそんなにめっちゃ得意ですっていうわけではないんですけど、いろいろまあ勉強とかするわけですよね。最新技術をまあ入れてみたりとか使ってみたりとか、でもそれをお客さんのでやると意外とこのデバイスで動かなかったとか、まあ、そういうトラブルが後々あるので、まあ、勉強はまあなんか自分 の、まあ、その試す時間にあって、まあ、納品用はもう確実に動くコードっていう、その自分のオレオレ動くコードみたいなっていうのをストックしておくのがいいかなと思います、まあ、時短にもなりますしね、の方がいいかなと思います。はい、で、CMS 構築の部分なんですけど、まあ、今日はワードキャンプなので、まあ、ワードプレスを使うっていうのを前提にお話ししますが、まあ、いろんな CMS あると思うんですけどね、まあ、やっぱり私のお仕事内容でも CMS 構築ってなったらもう 9割かな9割ワードプレスです、はい、でここでもよく忘れがちになるんですけれども、まあ、どうしても制作者ってそのテーマの作り込みとか、まあ、そっちにまあもちろん注力するんですけど、最後その管理画面って結構そのままになってること多くって、で管理画面カスタマイズする時間取ってなかったとかって結構あるあるかなと思うんですよね。なので最近はその管理画面忘れないようにっていうのもちゃんと自分で考えないといけないなっていうのと、あとこれもまあ当然なんですけど、まあ、作り手が更新するというよりかは納品してお客さんが管理画面触って更新運用していくっていうのが、まあ、ほぼほぼ私の場合はほぼほぼのケースなので、まあ、そういう方が使いやすいように、HTML、CSS わからないで、ワードプレスも触ったことないっていう人が、まあ、分かりやすいように管理画面からしっかりちゃんとカスタマイズしていこうっていうのを、最近は特に思っています。で、こんな感じですね、ちょっと駆け足ですけど、ウェブデザイナーの仕事内容として、まあ、情報設計、ビジュアルとコーディングと、ワードプレスとっていうふうに4つのカテゴリーにちょっと分けたんですけれども、まあ、デザイナーのメインスキル、まあ、特に伸ばす必要があるよねっていうところは、まあ、情報設計とこのビジュアルっていうこの2つが特にデザイナーさんとしてはこれから伸ばしていくべきところかなと思っています。で、今日からできるチャレンジということで、そのデザイナーさんがですね、これからどういうチャレンジができるかっていう話をしていきます。まずデザイナーさんはですね、見せ方のプロであるということがあると思います。
まあ、例えば複雑なものをシンプルにまとめるとか、まあ、例えばですけど、なんだろう、まあ、生命保険のこうプランがいっぱいあってめっちゃ分かりにくいのをちゃんと表にしてまとめてあげるとか、そういうなんか情報がたくさんあるのをちゃんと整理して見せるっていうのもデザイナーさんの仕事かなと思いますし、あとその難しそうなことをいかに簡単そうに見せるかっていうところもそうですよね。スマホの料金プランとかそういうあたりとかも難しそうやけど、まあ、デザインの力で簡単そうに見せてあげるっていう、デザイナーさんはその見せ方のプロっていうのが、まず第一前提であると思うんですね。でその見せ方の、プロということは、その見せ方が変わるとそのユーザーさんの行動が変わるわけですね。で行動が変わるとその人の心が動くわけじゃないですか。なのでデザイナーさんっていうのはその人の心を動かせる存在であるべきなんですね。で、このことはそのデザイナー自身がちゃんと自分で思ってないといけないと思うんですよ。私は人の心を動かせるんやって思っとかないと、いいもの作れないのかなと思ってるので、まあ、デザイナーの価値が低いとかね、なんか年収が低いとかね、まあ、そういうところもデザイナーさん自身の考え方、気の持ちようとかでもちょっと変わってくるのかなと思ってます。なので人がどう行動するかっていうのはデザイナーにかかってるんやぐらいの気持ちで取り組んでもらえたらいいのかなと思ってます。なのでデザイナー自身がデザインの重要性を伝えようということに、をちょっと言いたかったです。はい、で、まあ、これも結構デザイナーさん成り立てあるあるなんですけれども、デザイナーさんがオペレーターにならないっていうのが、はい、大事かなと思ってます。まあ、もうお客さんに言われただけ、ここのデザインは左上にロゴを置いて、うちのテーマカラーはピンクなんでこのピンク使ってもらって、でこれはここに置いてもらってこうしてください、はい、で、まあ、言われた通りに作る、それってデザイナーというよりかオペレーターに近いと思うので、まあ、そういう提案、自分でデザイナーとしてのいやここはもっとこうした方が良くないですかみたいな、まあ、提案というのを盛り込んでいくっていうのがオペレーターにならないための第一歩かなと思っていて、まあ、でもそれでもやっぱり初めてのクライアントさんとか、まあ、そういうふうにはうまくいかへんわっていうケースもいっぱいあると思うんですよ。実際私もあるのでなのでいきなりその自分提案のものをバーン出すんじゃなくって、まずはその空気作りというか土俵作りっていうのを最初にします。なのでもうまずは言われた通りもうあなたの希望通り作りますよっていうのをまず1枚作って、で、別の案としていやちょっと考えたらこういうのもありじゃないですかみたいなのを持っていくと、で、まあ、そういうのを続けてると、あこの人提案をしてくれるデザイナーなんやっていう、まあ、ちょっと気づかせるぐらいの感じなんですけど、まあ、そういう空気作りもまあ、デザイナー自身がやっていくというか、もうこのクライアント修正ばっかりでしんどいわとかなんかもうわがままやわっていうのはもうデザイナーの皆さんやったらめちゃくちゃ経験してることだと思うんですけど、まあ、そういうのもちょっと考え方変えて空気作りをしていこうよっていうことですね。あと、もう一つ今日言っておきたいことがあって、この速攻アウトプットってやつです。これね誰でもできるやつです。めっちゃいいデザインできひんくてもそのデザインセンスがもう神的な、まあ、才能か分からへんけど、まあ、そういうのがなくても速さっていうのは自分の努力と時間の作り方で誰にでもできるんですね。でやっぱりすぐ上げてくれるデザイナーっていうのは嫌われる要素ないので、この速攻アウトプットっていうのは、まあ、誰でも強みにできるところなので、そこはぜひ強みになればいいなと思ってます。はい、で、もうちょっと時間も残り少なくなってきたのでちょっと駆け足気味ですが、これからのデザイナーについてちょっと私の思うところを話して終わりにしたいと思います。はい、デザイナーのその先っていうところで、デザイナーの地位向上について、少し考えてみたんですね。ちょっと生々しい話になるんですけれども、デザイナーの立場と年収例っていうのを、今前に出してます。あくまで一例なのでもちろんこの通り全員がこの通りってわけじゃないんですけど、大体の、まあ、今まで業界にいた肌感で、まあ会社の中の制作会社の中で、まあ、デザイナーをやってる人が年収、まあ、300から500ぐらいで、独立してフリーランスで、まあ、結構バリバリとやってる人が、まあ、400ぐらいから800ぐらいかな。で、まあ、大手の制作代理店とかさんで、アートディレクターとかっていう肩書きがついてくると、まあ、ちょっと800から1000ぐらい、まあ、やっと1000の、まあ、一本の天井が見えてくるかなみたいな感じになるんですけど、
デザイナーの仕事紹介で、情報設計やってビジュアルやってコーディングやって CMS もやって、でもちろんサーバーの知識とかも必要で、でお客さんのわがままも聞いて提案もして、ここまでやっても天井って線なんかなってちょっと思ってしまったんですけど、ちょっとその先というか、デザイナーには本当に夢がないのかっていうのをちょっともう一度考えてみたんですが、デザイン思考っていうのが、ユーザーファースト、先ほども言いましたけれども圧倒的なユーザーファーストっていうのがあります。常にユーザーさんのことを考えている。あと、課題解決するのが、デザイナーっていうのもよく言われるんですけれども、そのユーザーファーストっていう考え方と、あとその課題解決するっていう考え方、このデザイン思考っていうのが、ビジネス思考っていうのと実は似ていると思っていて、ビジネスも同じなんですよね。ユーザーさんのために何を叶えたら利益が出るのか、ユーザーさんのために、どういう課題を解決したら、そのビジネスが成立するのかっていう、デザイナーって実はビジネス思考できてるんですよね、優秀なデザイナーっていうのは。なのでそれだったら、もうデザイナー自身がもう意思決定をできる立場になってもいいんじゃないかって、ちょっと飛躍しますけどって思うんですよね。なのでずっとデザイナーっていう肩書きのままだと、そのできる仕事内容とかも限られてたりとか、そのさっき言ったちょっとね、年収とかも天井見えてるなとかあるかと思うんですけれども、そのデザイナー自身がそのデザイン思考を持ってビジネス思考に変換をして意思決定ができる立場っていうのになれれば、もっとその先が広がってるんじゃないかなというふうに私は思ってます。なので、これからのデザイナーとしては、デザイナーにはすごい夢あると思ってます。正直デザイナーがその行動を変えて動かして売り上げにつなげて、でデザイナーいないと何もできひんやろぐらいの気持ちで思ってもらってもいいかなと思ってます。どうしてもデザイナーってこうね、声が小さくなりがちというか、そんな前に前に行くデザイナーってあんまりいてないと思うんですけど、でもせっかくそういう思考ができてて、スキルもあってっていうデザイナーさんだったら、もっと前に出て、その意思決定できるような立場にまでなって、でデザイナー自身がそのデザインのデザイナーの、世の中を変えていくぐらいの気持ちで、やっていったらいいんじゃないかなと思ってます。ちょっと偉そうなこと言いましたけれども、はい、以上で終了になります。ありがとうございました。はい、というわけで清水さんありがとうございました。ちょっとスライドの上が呆れてしまいまして、ちょっと申し訳ございません、失礼しました。後でスライドを上げていただけるんですか。はい、はい、いただけます。はい、ですのでちょっと完全なスライドはそちらを参照いただきたいと思います。この後瀬口さんは、ご飯食べられてから、一参加者として、楽しまれる、はい、そうですね、はい、午後もいろいろ会場にいますので、はい、その時に捕まえて質問しても大丈夫な感じですかね。はい、はい、ということなので、ぜひ捕まえてお話をしてみてください。はい、はい、ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。